さん疲れた。もうやめていい？ああしまった。もうそんな時間か。ごめんよ。仕事に夢中になってしまって。ずっとだったから疲れたろ。そうだ。今朝本を買ったんだ。眠るまで読んで聞かせてあげようか。うん、読んで。しか隣の部屋にあるはずだ。取ってきてくれるかな、ジョディ。片付けたら一緒に行こう。いいね。うん、取ってくる。本はどこかな。やめて、エイデン。笑えないよ。ああ、見つけたか。それじゃあ、お楽しみのおとぎ話の時間を始めようね。ジョディ。ジョディ、どうした？真っ青だ。実験で疲れて、ヘトヘトなんですよ。さあ、もう寝かせましょう。はい。ええ、います。教授。あなたに。ネイサン・ドーキンスだ。教授、どうしました？妻と娘が実家から帰る途中、酔っ払いのトラックが反対車線を。それじゃあ、さあジョディ、ベッドに行こうか。ここにいてください。すぐ戻ります。さあ行こう。